とことんやり込む、どうも、なおじんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はこの武器を使います。まあ、以前も使ったんだけども、このね、毒攻撃、これがものすごく強いっていうことに気づきまして、使っていきたいと思います。これね、覆われた怒りで、エンチャントがこれ結構最高だと思うんだよね。黄金ではないんだけどね、黄金スキルがついてればもっといいんだけど、まあ、エンチャントの並びとしてはベストかなと思うんだよね。リフレッシュ、凶暴化、鋭利、うん、これ敵バッタバッタ倒していけるんで、リフレッシュがすぐ溜まるでしょ。なんかリフレッシュとの相性がいいらしいもんね、怒りって。で、そして凶暴化、もともと振りが遅いんだけども、凶暴化が発動するとガシガシいける。で、鋭利、ここはね、クリティカルもあったんだけども、まあ、もともとの攻撃力が高いので、もう鋭利をしました。で、鋭利をするともう一個いいことがあって、毒のダメージ、それが増えます。うん、毒ダメージで一発115万だよ。とんでもないでしょ。普通のダメージも330万だから、もう普通に1回振り下ろすだけで450万のダメージを叩き出すことができます。さらにこの力のポーション、これを使えばもっとすごい。こんな感じになる。うん、一発のダメージが530万、毒ダメージが186万、とんでもないよね。あー、まあ、防具がね、ちょっといまいちなんだけど、輝くローブで毒フォーカスをつけてるんだけども、ちょっといまいちなんだよな。まあ、とりあえずっていうことでやっていきたいと思います。弓は、魂のクロスボウ。まあ、これは流れ込む魂をつけてるっていうことで、やっていってます。では、早速、行きましょう。では、今回はね、デイリーミッションに行きます。変更点が、プレイヤーの獲得した魂が4倍になる。そして流れ込む魂を装備してます。で、敵は追い打ちのエンチャント。なかなかきついと思うけどね。まあ、一撃で沈めていけるならば問題ないでしょう。うん。来なさいだよ、ほんとに。しゃあ。OK! 一撃だ。あ、やっぱただ、あ、オッケーオッケーオッケー。流れ込む魂が発動しだすと大丈夫。すげえ。ぶっ飛ばしていける。いいね。じゃあ、あ、こいつはさすがに一撃じゃないか。でも毒ダメージで与えることができるから、いいね。あと、あれか。なるほどね。この怒りの能力で、ノックバックを吸収するってあったんだよね。それ意味がちょっと分かってなかったんだけども、分かった。ノックバックを食らうと敵が若干ピヨる。うん、めちゃくちゃいいんじゃない。ノックうわ、なんだ、めちゃくちゃ減ってる。なんかダメージすっげえ受けてたけど、なんだ、トゲか、トゲかなんかか。行きましょう。はいはいはい。一応ね、大連もつけてるから、ちょっと、頼りになるかと思ったけど、そうでもないね。そうでもないわ。あ、え、なんで？なぜ？トゲ？なんか、あ、追い打ち、あ、やっぱトゲだわ。トゲですな、これは。じゃあ、なるほど。やっぱこの一撃が重いやつってトゲにものすごく弱いよね。ああ、これもそうだし、あのスポンジストライカーか、あれもひとたまりもないもんね。なるほどね。おい、痛い。よっしゃ、あっぶねえ。むちゃくちゃ痛えな。
このね、流れ込む魂はね、倒して、もやもやもやーとこう、魂が出てきて、それで、ゲットしてから回復するから、ちょっとね、回復が遅れるんだよね。そこが、ちょっときついところかな。しゃあ。いや、最初ね、使った時、これあんまりいまいちかなと思ったら、なんてことない。これめちゃくちゃいいわ。しゃあ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いいよいいよ、装備次第だ、やっぱり。装備次第、スキル次第で、なんとでもなるやつだね。お、どっから湧いてきた今の。全然わかんないとこから湧いてきてないか今の。いやー、これこの怒りを一番活かせる装備なんだろうね。もちろん攻撃速度も欲しいのよね。攻撃速度もで攻撃力も欲しい。そうね。いや、反逆者かなら。反逆者は両方ついてるから。まあ他にもまあ合うやつはあるかな。まあ HP 吸収のウィザーの防具とか、雲の防具もね、攻撃速度が上がるからいいよね。さすがにあのダメージで 6% 吸収すると、一気に回復しそうで、良さそうだけどね。まあまあこれに合う装備っていうのも、ちょっと探しつつ、行きましょうか。もうちょっとかな？もうちょっとだね。やっぱこれ装備次第で、すげえ輝くやつになるな。めちゃくちゃ強い。やっぱこのね、重力がまずいい。もともと重力がついてるってことが、すごくいいし、それで引きつけられて、この毒でね、わらわらと弱いやつは死んでいっちゃうのよね。で、このね、エリクサーのカバンはいいね、やっぱり。いい。力のポーションが出てきたとき、最高。で、さらにそこに、凶暴化が重なったら、もう止められないぐらい強くなる。すごいよ。で、やっぱ回復手段がね、今俺のにはついてないから、流れ込む魂は絶対必要だね。じゃないと死んじゃう。あ、そうか。俺回復使ってなかったな。回復を、そうだ、早めるための、そうだそうだ、リフレッシュなんだ。リフレッシュ入れてたわ。そうだそうだ。だから回復を、そうか、ポーションをもっと俺はどんどん使っていっていいんだな。そうか、ちょっとポーションをね、ガンガン使っていくっていうのに慣れてないんで、ちょっとダメだったね。ちょっと鳴らしましょう。よし。では、あ、いい感じ。力のポーションが一つ出てると。だいぶね、これは楽になるんで、嬉しいね。ただ囲まれないようにちょっと気をつけよう。おわい！うっそ！戦いにくい。驚くほど戦いにくいぞ。本当に。え？いや、無理、無理、無理。無理だ。あのね、振りが遅すぎて、とてもじゃないけど、対応できない。なるほど、そういうこともあるか。いや、まさかだった。やばい、やばい。しゃあ、オッケー。もう最後はもうこれに頼っちゃったけど、仕方ない。いや、あれは無理。一撃もらったらもう、HP の大半持っていかれる状態で、こうなってると、ちょっと難しいわ。ちょっとここで倒して、HP 回復しましょう。あ、ほんとだ。そうだね。リフレッシュついてるから、回復ポーション、ガンガン使っていっていいや。
ちょっと立ち回りに慣れる必要があるね。立ち回りにさ、危ねえ。で、しかもそこにポーションバリアがついてれば、そうか、リフレッシュとポーションバリアはもうこれセットだな。間違いなくこれセットだわ。じゃあもうこの振りの遅いやつに霊気は本当に天敵でも、それ以上の力でねじ込んでやればなんとでもなるか。しゃあ、いやーいいね、気持ちいいぐらいだ。よし、うん、危なくなったらポーションを使って、クールダウンさせていくという感じか。うん、難しいけど、これは今後来るよ。これはいい。はい、それではクリアです。あ、クリアした時に幸運装備するの忘れてたな。まあ、ちなみに出たアイテムはこれでした。愛のスペル棒、まあ、別にいらないけどね。はい、ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。